ったく、大人なんですからしっかりと大人らしく計画的な消費をしてください。お小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよ。それにこうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて、私くらいなんですから。次はもう絶対に手伝いませんからね。15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円、新刊の漫画購入で450円。おとといの夜クラブふわりんで2万円。先生、一体何ですかこの領収書は。生徒たちの模範となるべき教育者がこんな いかがわしいお店に行くだなんて、信じられません。最低です。クラブフワリンっていう名前のスマホゲームのガチャ？てっきり私、その…いやいや、それでも1回で2万円は課金しすぎです。衝動買いは禁止、消費はちゃんと計画的に。